10月からタバコ値上がりしたんで、もうね、タバコいい加減やめようと思いながら全然禁煙できていないおじさんです。はい、まあ、1日ね、1箱ぐらい吸ってるんですけど、600円ですからね、高いですよね。ホットイールで言えば、ホットイールで言えばね、ベシクが3台分ですよね。トミカで言っても、まあ、1台半分ぐらいか。すげえしますよね。はい、って感じで、いい禁煙のね、方法を知ってる方を、いらっしゃったら教えてください。なんかいろいろ試したけどね、無理ですわもう。で、ね、これ、ね、Amazon の箱をねそのまま置いてたんで、これ開封しようかなと思うんですけど、中身はねワイルドスピードのファストスーパースターズ2台とフォルツァホライゾン4の、スカイライン HT2000GTX ですね。これね、いや私が忘れてたっていうのもあるんですけど、ワイルドスピード小出しに買っちゃってて、なんだっけ、もうここ3台あるんですけど、全5種類中ね、これがバースデーで買って、これ2台楽天ブックスで買って、アマゾンが一番遅かったんですよね。2台頼んでて。なんでね、ちょっと忘れちゃってたっていうのもありますし、2000円生かすために、っていうか、そうだ、アマゾンでこれもね、ワイスピのこれ、スープラ、ね、GR スープラを頼んでたら、バースデーにあったんで、もう、これキャンセルしたら2000円切っちゃってて、送料が発生しちゃうんですよね。なんで慌ててこれを、注文したっていう感じですね。はい、まずはこちらから行きましょうかね。日産スカイライン GTR BNR34。こちらまあ一番人気だったんじゃないですかね。はい。で、もう今更紹介しても散々皆さん紹介してらっしゃるんで、しょうがないんですけど、しょうがない。まあせっかくなんでね。はい。かっこいいね。まあかっこいいですね。はい、な感じっすね。まあ、ワイスピのあの R34 といえばね、例のシルバーの分が有名ですけど、まあ青もいいっすよね。はい、まあ、主人公機ですよね。要はガンダムみたいなもんですわ。はい、ちょっと形は違うと思うんですけどね、こんな感じで、まあいいっすよね。はい、とこれが、これが全然見せてなかった。パケシャかっこいいんですよね。70シェビーノバ SS、これかっこいいね。やば、これいいっすね。なんだろう、R34 ってもう騎士感が強すぎて、もうなんか見たことあるよなって感じなんですけど、これいいよな。まあね、私がそのなんだろう、アメリカの古い車が好きっていうのもあるんですけど、これいいね。細かいっすね。ちょっと塗装怪しいところあるけど全然いいよ。こんな感じです。素晴らしいね。モールも塗られてて、全然いいっすね。で、なんだろう、ホイールは相変わらずなんですけど、全然気になんないぐらいですね、程度で。はい。こんな感じっすね。いや、これいいっすね。70シェビーノバ SS。はぁ、これかっこよ。いや、もうぜひ、迷われた方、どれか一台っていう方は、まあ、皆さんこれ買うんでしょうけどね。こちらおすすめです。はい。で、おさらいすると、あと GR スープラ。まあ、これはトミカでも出てるんですけど、まあ、今回 GR スープラ自体が、そんなの、ホットウィールではね、新規金型だったんで、買いじゃなかったかなと思います。はい、ベーシックアソフトの分が、パンデム仕様になってたんでね。で、70シェベル SS ですね。で、この2台がなぜかマット塗装になってたっていうね。これも手からしてくれた方が良かったんだけどな。でもホイールはいいっすよね。あとダッチチャージャーね。はい、の、全5車種、5台になりますね。ワイルドスピード。な感じで。今回の、70シェビーノバ SS。これが一番私的には一番お気に入りでしたね。これはもう本当、なんだろう、ディスプレイのね、一群になりますね。まあ、どうだろう、YSP を YSP で固めてるからね、そちらに固めておくかもしれないです。で、日産スカイライン HT2000GTX ですね。これ、フォルツァホライゾン、カーカルチャーかな。で、出た分で、いつの間にか再販されてて、いろんなね、お店で結構出回ってて、値下げ合戦とかやられてるんで、今のうちね、このキャスト自体欲しい方とか、もう、
ておいた方がいいかもしれないですね。まあこんな感じで。そうだ、なんでその、なんだ、数合わせで買ったんですよね。申し訳ないですけど。2000円にならないと無料にならないんで、プライム会員じゃないんでね。こんな感じです。まあ塗装も細かいし、いいっすよね。まあ私は言うまでもなく。ただね、ホイールがやっぱ残念なんですよね。これなんでこんなホイールにしちゃったんだろうね、最近のホットビール。ホイール塗るだけでも全然変わってくると思います。塗装自体はね、細かいんで、結構素敵ですね。こんな感じです。これ今でもね、いろんな通販サイトで安く売られてると思うんで、キャスト自体欲しい方とかは、もう今のうち買っといた方がいいかもしれないですね。多分500円前後で売ってると思いますよ。はい、なんで、まあ、今回、メインは紹介したかったのはこちらの YSP の分で、まあ、これが良かったよっていう話と、まあ、これもついに買ったんでね、紹介させていただきました。はい。というわけで、こんな感じでね、3インチミニカ、まあ、トミカとか、ホットウィールとかね、マジョレットとか、あと64分の1のミニカね、紹介しておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録と、まあ何かしらのね、評価とコメント、動画内容と関係なくても全然構いませんので、コメントいただけると嬉しいです。はい。ではね、今回は以上です。ありがとうございました。